はいどうもこんにちは、しじおかチャンネルでございます。今日ですね、こちらの商品、映画妖怪ウォッチ、誕生の秘密だにゃんのですね、タイアップ商品ということでですね、グリコさんからのですね、こちらリンクルを、ご紹介したいと思います。ですね、このグリコのリンクル、見ていただいたら分かる通りですね、これアイスクリームになっておりまして、なんかちょっとジャイアントコーンのですね、ちょっとなんかちっこい版小さい版みたいな感じですね、これね。はい、これはパッケージの方がですね、まあ見ていただいたら分かる通り、これコマさんとコマジローの、この絵が入っております。映画妖怪ウォッチプロジェクト2014ということで、リンクル、おいしさいろいろ、プチコーンアイス、これ16個も入ってるんですね、この中にね。すごいですね、16個ということは、まあ結構小さいですかね。これ箱がね、まあまあ大きいんですね、これね。はい、重たいです。箱も結構大きいんで、まあ16本入ってるんでしょうね。はい、こちらがですね、はい、見ていただいたら分かる通り、裏がですね、はい、ジバニャンとですね、フユナンの写真が入っております。これ映画のね、美味しさいろいろプチコーンということで、バニラと、ダブルチョコとストロベリーと、チョコレート、ですかね、これね、味がですね、この4つ入ってますね。ということは、4種類の、4本ずつ、で合計16本入っていると、てるということですね。それでですね、今回ですね、こちらの商品ですね、これ何本だったかな ?298 円だったかなこれね。はい、このね、アイスを買ったらですね、こちら。はい、こちら、コマさんのですね、こちら、この、なんかカードですね、これ、妖怪ウォッチのカード、なりますね。はい、コマさんがプリッツを食べてる、はい、このカード。まあ、限定版ですね、これね。このアイスを一つ買えば、このカード1枚もらえますんでね。今でしたらこのカードもらえます。他のやつでですね、この間レビューしたお菓子をですね、4つ買えばね、ジマネンの、カードがもらえるんですけども、あれね、買った後にですね、カードもらえますよっていうのが出てきまして、結局ね、また買わないとダメかなっていうのになっちゃって。でね、商品見たらね、もうなんか結構売り切ってたんで、買えなかったんですよね。で、このアイスだけがね、唯一売ってまして、このアイスがね、唯一今、一つだけ残ってました。はい。ですんで、このアイス買っちゃいました。それでね、このカード1枚もらって、はい、これね、コマさんが、プリッツを食べてる、あれですね、モンゲーって書いてますね。何ですかね、モンゲーですね。はい。こちらがですね、2014年2月20日の発売予定でスペシャルデッキセット時を超える友達という、なんかこれ売ってたんですかね。これね、1300円で15枚デッキ1セット、ネックストラップ付きカードケース1個とマニュアル付きプレイシート1枚、1300円プラスでって、おー、なんか売ってたみたいですね。はい。まあ、この宣伝もあって、ね、このカード、一応もらえる。これピカピカしてますね。これ、ね、いいですね、これ。テカ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 って感じでね。これね。このアイス、返す買ったらこれもらえますから、これ。これね。絶対もらえる形で、これ1個買うだけでもらえますから。はい。これ欲しい人はね、ぜひこのアイス買っていただきたいと思います。それではですね、こちらの方ちょっとね、開封して、中の方見てみましょう。はい。はい。ではですね、こちらの方、アイスの方開けてみましょう。もう開けるところもね、ちゃんとね、落としちゃいましょうね。こちらがコロコロコロっと回せば、開きます。こんな感じですね。はい。パカッとね、開けて、中の方ね、ちょっと見てみましょうね。じゃじゃん、じゃじゃん、開けますよ。はい。パカッと、開くかな、開きました。はい。あ、いい感じで入ってますね。はい、中、こんな感じです。はい。全然妖怪ウォッチと関係ないですね、中身ね。はい。全く関係ないです。妖怪ウォッチも何にも書いてない。はい。ただのですね、はい、アイスです。ただの、はい、リンク、箱だけが妖怪ウォッチということで、こちらのね、商品になっています。そしたらどれか一つだけね、食べてみましょうかね。どれ食べようかな。僕は好きなのはね、あ、このダブルチョコいってみましょうか。これね、ダブルチョコだけで食べましょう。はい。全くね、妖怪ウォッチとね、関係ないですね、これ中身はね。プリッツとかね、他、この間ね、デビューしたプリッツとか、あとなんだろう、コロンも、箱はね、妖怪ウォッチなんですけども、まあ、関係ないって感じでね、こちら、はい、商品がダブルチョコ。これがダブルチョコですね。まあ、ちょっと、一応出しましょうか。ね、種類だけね。はい、こちらが、チョコレート。ね、こんな感じです。次が、こちらが、あ、これチョコレートか。これね、ストロベリーですね。はい。はい、ちょっと見にくいかな。ちょっと下を置こうか。はい。こちら、これがね、最後、バニラですね。バニラ、ダブルチョコ、チョコレート、ストロベリーと、この4種類。で、4本ずつ入ってて16本です。
これね。はい。どこにも妖怪ウォッチの絵描いてないですね、これね。はい。全くもう箱だけというね。じゃあ、ストロベリーだけね、ちょっと開けてみましょう。はい。あとのやつね、ちょっとまた、あれしますんで。もうね、全部食べれないんで、これ先にここから切ってくださいという。これから切るのかな？こういう感じ、こういう感じでいいのかな？これね。開け方、あ、美味しそう、これ。いいな、これ。美味しそうだ。美味しそう、美味しそう。いや、いいなー、これ。あ、いいですね。ここを開け、めくってあげてください。2番。あ、ここめくってあげるのか。なんかよくわかんないけど。まあ、こんな感じでね、食べれますね。いいですね、これね。子供さんにはもうちょうどぴったりという感じの。はい。こんな感じのね、美味しそうですね、これね。ね、コマさんもね、喜びますね、これね。はい。じゃあちょっとね、いただきます。これね、普通の、まあ、グリコのね、アイスですか。美味しいですね。いただきます。うん。美味しい。美味しいです、これ。ちょっと食べるのちょうどいいですね。冬場のアイスってね、ほんと美味しいですからね。はい。美味しいです、これ。もう。はい。もうかぶっといってみますね。うん。美味しい。うん。うん。いいですね、これ。ちょっと食べるのちょうどいいですね、これ。あんまり量もね、なんか多く食べるのもね、どうかと思いますので。はい。うん。コーンのね、この下の方結構、この上にチョコレート入ってます、これ。これぐらいね。チョコレートが入ってます。美味しいですよ。はい。うん。美味しかったです。はい。ありがとうございます。中身全然ね、妖怪ウッド関係ないですけどね。うん、美味しいですよ、これ。はい。というわけでね、今回ですね、こちらの方、映画妖怪ウォッチのですね、はい、こちらですね。はい、映画妖怪ウォッチ、誕生の秘密だねのですね、はい、タイアップ商品になっております。グリコさんの、リンクルですね、動く塗り絵もなんかついてるみたいで、ダウンロードできるのあるどっかあるんですよね、これね。はい、この横ね、ダウンロードもありますので、はい、ぜひともですね、こちらの方、まあ、おすすめです。これ美味しいですね、このね、ストロベリーですけど、あ、すごく美味しかったです。はい。こちら、コマさんのね、カードも付いておりますので、おすすめです。はい。というわけでですね、資料化チャンネル、ね、食レポでした。はい。ありがとう。はい。チャンネル登録の方ですね、よろしくお願いします。